こんにちは。今回は2色の糸で編む模様編みを紹介します。この模様は伸縮性もあります。長編み、ゴマ編み、鎖編みで編む模様編みです。こちらが表側で、裏はこのような形です。今回は模様を5個で編み方を説明します。編み図で説明します。この模様は模様1つが鎖編み3目です。今回は5個の模様ですから15目に両端に1目ずつ必要で、17目の鎖編みで編み始めます。1段目は長編みを編みます。立ち上がりの鎖編み3目を編んで、3目の鎖編みを編んだところから1、2、3、4、5、6個目の鎖編みに長編みを3回編みます。次に3個目の鎖編みに同じ長編み3目を編みます。1目に長編み3目を編み入れる模様を3個目の鎖編み、3個目の鎖編みに編んで、最後は鎖編み1目を分けた2個目のところに長編みです。これが1段目の模様です。1段目と2段目は同じ糸で編みます。2段目は立ち上がりの鎖編み1目を編んで細編みを編み、長編みの頭に細編みを編み、鎖編み1目を間に入れて細編みを2回、鎖編み1目、細編み2目を編んで、最後は細編み2目を編んで2段目を終わります。3段目は前段の鎖編み1目のところに1段目と同じ模様を編み、4段目は2段目と同じ模様で、3段、4段目は同じ糸で編みます。作り目の鎖編みを17目編みました。1段目は長編みを編みますので、立ち上がりの鎖編み3目を編んで、3目を編んだところから1、2、3、4、5、6個目の鎖編みの裏山を拾って、ここに長編みを3回編みます。6個目の鎖編みの裏山に長編みを3目編み入れます。1目に3目の長編みを編みました。次はここから3個目の鎖編みの裏山に同じように長編み3目を編み入れます。この模様を1段目は繰り返します。3個目の鎖編みの裏山に長編み3目を編み、次の3個目の鎖編みの裏山にも長編み3目を編み入れます。次も3個目の鎖編みの裏山に長編みを3回編み、これで5個の模様ができました。最後は長編み1目だけを編みます。2個目の鎖編みの裏山に長編みを1回編んで、これが1段目の模様です。次の2段目は細編みを編みます。鎖編み1目を編んで編み地を裏返し、次は細編み2目、鎖編み1目、細編み2目と編んでいきます。根元の長編みの頭に細編みを編み、次の長編みの頭にも細編みを編みます。そして1段目の長編み3目を編み入れた中心の長編みのところは細編みを編まないで鎖編み1目を編んで、その次の長編みとその次の長編みの2目に
細編みを2回編みます。この編み方を繰り返します。1段目の長編みの中心のところは鎖編み1目を編んで、その次から細編みを2回編み、鎖編み1目を編んで、細編みを2回、鎖編み1目を編んで、1目を開けたところから細編みを2回、鎖編み1目を編んで、1目を開けた次に細編み、そして最後は立ち上がりの鎖編み3目の3個目に細編みを編んで、これで2段目が終わります。次の3段目からは糸を変えます。次はこちらの糸で編みます。変えるときは鎖編み1目分だけかぎ針に作り、2段目の最後の細編みを編み終えた目にこの糸を引き出して、2段目の糸を引き締めます。ここで引き締めたところから3段目の鎖編み3目を編んで、編み地を裏返します。次は1段目と同じ編み方です。1目に3目の長編みを編みます。編み入れる1目は2段目の細編み2目鎖編み1目細編み2目鎖編み1目を編んだ、この鎖編み1目のところに長編みを3回編みます。長編み3目を編み、次は細編みを2目開けた次の鎖編み1目のところに長編みを3回編みます。次も細編み2目の次の鎖編み1目のところに長編みを3目編み入れて、次も鎖編み1目のところに長編み3目を編み入れます。次の鎖編み1目のところにも長編み3目を編み、これで5個の模様ができました。最後は長編み1目だけを編みます。長編みは細編み2目の最初の細編みの頭に長編みを1回編んで、これで3段目が終わります。4段目は2段目と同じ編み方で細編みと鎖編みを編みます。鎖編み1目を編んで編み地を裏返し、すぐ下の長編みの頭に細編み、次の長編みの頭にも細編みを編んで、次の長編みの頭は細編みを編まずに鎖編み1目を編んで、2個目の長編みの頭から細編みを2回、鎖編み1目を編んで、中心の長編みは編まずに、その次の長編みの頭、次の長編みの頭に細編みを編みます。鎖編み1目を編んで、細編みを2回編み、鎖編み1目を編んで、細編みを2回、鎖編み1目を編んで、細編みを2回です。最後は立ち上がりの鎖編み3目のところに細編みです。そしてこの細編みの時に前のクリーム色の糸で引き抜きます。これで4段目までができました。次は5段目です。5段目は長編み3目を編み入れます。立ち上がりの鎖編み3目を編んで編み地を裏返し、次は前段の鎖編み1目のところに長編みを3回編みます。次の鎖編み1目のところにも長編みを3回です。
次の鎖編み1目のところに長編みを3回編んで、この編み方を続けます。細編み2目の次にある鎖編み1目のところに長編みを3目、次の鎖編み1目のところに長編み3目、そして最後は長編みを細編みのところに1回編んで、これで5段目が終わります。6段目は細編みです。鎖編み1目を編んだ編み地を裏返し、すぐ根元に細編み、そして前段の長編み3目の最初の長編みに細編みを編み、鎖編み1目を編んで長編みの2個目のところに細編み、次も細編みを編み、鎖編み1目を編んで細編みを2回編み、鎖編み1目を編んだらまた細編みを2回、鎖編み1目を編んで細編みを2回、鎖編み1目を編んで細編みを2回です。最後は立ち上がりの鎖編み3目のところに細編みです。これで6段目までの模様ができました。こちら側を表にするといいと思います。そして糸端を後からとじ針で糸始末をしてください。裏側もお好きでしたらこちらもお使いください。今回は2色の糸で模様を編みましたが、1色でも素敵な模様になります。また3色4色とたくさんの糸で編んでもカラフルな模様編みができます。鎖編み、細編み、長編みでできる簡単な模様編みを紹介しました。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。